サワディカー、日本の皆さんこんにちは、トントンです。はい、今日はスポーティーなファッションをしてみました。いかがですか？ご覧の通りにヨガをやっています。グルメが大好きな私はいつも中国の美味しいものを皆さんに紹介してるんですが、でも食べてばかりで体調も崩したくないじゃないですか。今日は運動しています。健康のためにヨガをやったりして、それから、愛知をお灸してますね。あとはお家で発酵食品を作って食べたりしてるんですよね。健康に気をつけていますよ。美味しく好きなものが食べられるのも健康だからこそ、今日はそんな健康志向の方におすすめする中国の健康食品を紹介しちゃいたいと思います。トントン。はい、まずは皆さんに一番最初に紹介したいのは私の気に入りナイシーです。ナイシーというのは日本語にしたら試薬のことだと思いますね。中国では最近健康を、意識をしながら手軽に取れるものとして、第三食品、いわゆる食事の代わりの、いろんな商品がとっても流行ってるんです。日本もたくさんありますよね。昔は確かなんかいろんな味のスープ飲んだことがあるような記憶がありますね。例えばこちら、元気奶茶と書かれてて、元気、そのミルクティーの味のもの。あとはこちらピンクのはいちごレモンムースの味、なんかスイーツの味っぽいですよね。それからこちら緑、なんでしょう、この漢字を見るとモヒートです。なんかモヒートだったらなんかお酒のイメージがあると思いますが、うん、気になります。こちら日本の方でも、馴染みのある味、ピーチウーロンです。これから飲み比べしながら、こちらの味を皆さんにも紹介したいと思います。ミルクティーからですね、今回はネットで取り寄せてまとめて買ったんですけれども、本当にコンビニとかもよく置いてあるので、気軽に本当に身近でよく買えるものなので便利なんです。お、中はなんか粉の状態のものが入っているんです。お湯とかを水入れるだけで飲めるので、線もラインもついてて本当に分かりやすい、便利なんです。よし、OK、タピオカ入りのミルクティーの匂いがしますよ。シェク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 。OK、じゃあ分かりやすいためにコップで飲みたいと思います。なんか粒々のようなものが入ってるんです。でもタピオカじゃないと思いますね。なんでしょう。まずは皆さんどうぞ。乾杯。うん、聞こえますか？香ばしい米です。米を炒めたものだと思いますね。パリパリしてて歯応えがあって、キャラメル味のミルクティーだと思います。美味しい。でも米がつぶつぶ入ってて意外と合いますね。しかも白い米じゃなくて黒い米だと思います。うん、これだったら飽きないと思いますね。次、このピンクにしたいと思います。いちごレモンムース、酸っぱいのかな。うん、なんかレモンっていうかさっぱりしている香りがします。しかもピンクの粉、可愛らしい。OK。お、なんかすっごく可愛い。お、なんかバラの花びらが入ってるような。彩りですね。いや、綺麗。味だけでなく目も楽しめるって感じだと思います。いや、綺麗ですね。飲むのがもったいないぐらい
ではいただきます。このピンクの部分がドライフルーツのいちごかもしれないですね。酸っぱい酸味が効いてます。さっきのより甘いんですけれども、でも乾燥してるいちごがあるじゃないですか、その酸味が効いてて美味しいです。うん、杏仁豆腐っぽいですよね。この白い部分がダイエット食品とか、まあ、食事の代わりに飲んだりするだけでなく、なんか忙しい時これ1本でも、まあ、時間の節約になれると思いますね。しかも栄養満点なので、体の健康には OK だと思います。ちょっとアレンジとして杏仁の粉をちょっと入れて、もう一つの味が楽しめると思います。そう、日本ではあんまり売ってないと思いますが、牛乳の代わりに私が最近よく飲んだりしてるのが杏仁の粉、アーモンドで作られてる粉なんですね。すごく味がいいんですよ。うん、合います。全然違う風味になりました。まろやかで香りもすごくいい香りしますよ。おいしい。続いてはこちら、さっきから気になっててモヒート、どんな味なんでしょうね。お酒の味するのかな。だったら素晴らしいと思います。ん？なんか飲み物の匂いではないです。なんでしょう。取りましょうか。よし。いやー、ちょっと今気づいてるんですけれども、カロリーも書かれてるんですね。今のは218カロリー。よし、できてます。でも何の匂いだろう。これこちらと全然違いますね。あ、これ白です。これ何も入ってない、粒々のものが入ってないです。ミルクっぽい。いただきます。甘くはないですね。苦味があります。ちょっと渋いミントっぽい味が効いてます。スースーとしますね、舌が。だからもう人かな、まずくはないけど美味しいとは言えないかもしれないですね。なんかちょっと歯磨き粉っぽいかもしれないです。うん、でもあっさりしてるから、濃いものをあまり好きじゃない人だったらこっちの方が向いてるかもしれないですね。最後ピーチウーロン、これは美味しいと思いますよ。いい香り、ここからもいい香りです。うん、桃の香りします。よし、どんなものか。お、これなんかいっぱい入ってますよ。なんだかわからないんですけど、桃かな、ドライフルーツの桃かもしれないです。色もちょっとさっきのより黄色いです。いただきます。うん、当たりです。桃がいっぱい入ってます。さっきのいちごよりふわふわしてる食感なんですね。ピーチウーロンなんですが、ウーロン茶の味はあんまりしない。桃の香りが強いからそんなに甘すぎないし、うん、ピーチウーロンがいい、美味しい。この味がもう人の味はそんなに気に入ってないから、長芋の粉を入れてアレンジしてみたいと思います。少し入れて長芋の粉、うん、入れたら変わるのかな、美味しくなれ。
日本でも長芋をよく食卓に載ってると思いますが、粉はあまり売ってないと思いますね。私は朝ごはんの代わりによくこちらの長芋の粉を飲んだりしますよ。香りも変わります。ミントが効いてる長芋の味ですね、そのまんま。でもさっきのよりは好きかもしれないです。美味しい、いける。トントン、はい、今日は4つの味のない塩を飲んでみましたが、気になる味はありましたか？私は個人的にはそうですね、ランキングとしたらこっちの方がピーチウーロンが一番かな。やっぱりそう、桃の味が大好きだから。そして次はこれはとても新鮮でした。いちごにレモンのムースだから、結構スイーツ感覚で飲んでたので、もう一度飲みたいなっていう気持ちになってるし、2番かなと思います。3番目はいつもよく出てる味、ミルクティーですね。最後はこちらモヒートです。ちょっとなんかお酒でもないし、甘い飲み物にも近くはない不思議な味でした。じゃあ次は他のものも紹介していきたいと思います。先ほどシェイクっていう飲み物を皆さんに紹介しましたが、もう魚代餐麺もおすすめできるかと思います。大きいですよね、カップラーメンっぽいじゃないですか。そう、こんにゃくで作られてる、カップラーメンなんです。今日私選んでるのはチキン味。そう、一番カロリーが低くて、さっきのシェイクが確か200ぐらいのカロリーが書かれてると思いますが、こちらなんとこの一杯だけで81カロリーしかないですよ。そして隣のは四川風のごま味です。いや、これもすごく美味しそうです。こっちのカロリーもまあごまですからやや高くなると思いますが、104カロリーしかないです。じゃあまずチキン味から食べたいと思います。調味料とフォーク、お、なんかチキンの油っぽいやつですね。そしてこれこんにゃくの、本当にうどんみたいになってるんですね。そうめんがうどんじゃなくて、作り方もカップラーメンとほとんど似てるんですけれども、しかしこんにゃくですから、一回こんにゃくの麺を水でさっとカロする必要があります。熱々のお湯入れといて、ちょっと洗ってる感じなんですね。洗ってて水を一回捨てます。調味料などを薬味の全部入れときます。もうすでにいい香りしてきましたね。本当にカップラーメンというか鶏ガラのスープの香りです。よし、でラインまでお湯を注ぎます。よし、お、なんか赤いやつ、なんだと思いますか？これココの実です。健康に良さそうな具材ですね。じゃあ3分間くらい待ちましょう。待ってる間にこっちも作ってみたいと思いますね。こちらが混ぜ麺です。美味しそう、ちょっと辛そうですね。四川風の香りが出てきます。麺の魂がやっぱり辛い味噌ですよね。
ごまの香りがすごく分かりやすい、広がってますね。混ぜ麺の方がすぐ出来上がってますよね。じゃあ待ってる間にこっちで先に食べたいと思います。こっちは3分間かかるんですけれども、これも本当に1分間もかかってないと思いますね。ベリベリ、いただきます。おいしいいつも食べてるこんにゃくよりは柔らかいです。ダイエット中の人たちには向いてると思います。味はしっかり、カロリーは低い、最高じゃないですか。こっちもそろそろできてるかと思います。鶏ガラスープの香りがすごく、この辺にしますよ。お、なんかつぶつぶのキノコか牛肉がついてるんですね。まずスープ、しっかりしてる味なんですよ。美味しいです。あっさり系のラーメン食べてるような気持ちになってきました。ダイエット中にラーメンなんて贅沢ですよね。でもこれだったら心配いらないですよ。たったの81カロリーしかないです。いや、これ日本で売ってたら人気になるかもしれないですね。絶品、スープも美味しいからすぐ体が温まってきますね。これだったら辛くないし、本当に女性に向いてると思います。年寄りも大丈夫かと思いますね。この2つだったら両方ともおすすめです。あなたがどっちが気になりますか？コメント欄に教えてくださいね。トントン。このような健康食品だけでなく、例えば自宅でこのような発酵食品を作って食べたりするのもとっても体にいいんですよ。酸菜と言いますが、白菜の発酵したものなんです。お酒もちょっと入ってて、よくご飯と一緒に食べたりするんですよ。乳酸菌が本当にいっぱい入ってるものなので、目でわかるぐらい効果が出てくるんですよ。とてもおすすめです。あとは中国のお灸ってご存知なんですか？私は運動の後に、月1回ぐらい通ってるんですよね。専門のお店に行ってお灸をしてもらう。冷え性も解決してくれるので、とてもおすすめする健康の方法だと思います。日本だと毎日お風呂入ったりするんじゃないですか、浴槽で。中国そんな習慣とかないから、あと地方によって浴槽をついてないお家も結構ないので、やっぱり代わりに違う方法で、体を健康ために気をつけてるんですよね。トントン。ということで、中国の健康食品を紹介してきました。いかがでしたでしょうか？運動をして汗をかいて、そして美味しいものを食べて、時には忙しくなったらこのような健康食品をしながら、皆さん元気でいきましょう。健康が一番ですよね。この他にも中国の面白いグルメ情報や変わったものもどんどん紹介していきたいと思いますので、今日の分が面白かったら、いいねとチャンネル登録お待ちしております。それでは、再见。